総会所は、江戸時代の大阪における、総都市寄りの会所である。大阪の総都市寄りは、江戸の町都市寄りのように命名の居宅を役所とせず、里ごとに総会所があり、総都市寄りはそこに集合して、事務を取った。天幕組は、現在の天満七丁目、北組は、現在の平野町三丁目、南組は、現在の本町五丁目に総会所があった。 しかし、南組の総会所は、京法の明智焼で消失した後、現在の南の王子町一丁目に移った。おのおのの総会所の広さは、500坪ほどであったという。総会所には、総都市寄りの他に、主事の事務員がいた。総大は総会所に住んでいた。最初は北組に3人、南組、天幕組に、それぞれ2人ずつであったが、 次第に人数が増え、最終的は北組に7人、南組に6人、天幕組に4人であった。天幕組は、里の規模が小さかったため、すべて規模が小さかった。壮大は元来、町町の長大であり、長大が順々に町奉行に赴いて、号内の用事をしていたため、町奉行所では、壮大と言っていた。しかし、町町の用事が多いため、 町奉行所に出るのは迷惑であると言って、人を雇って出頭させた。ところが、雇い人が、事務に熟達してきて、雇い人だけで用が済むようになり、これを町奉行所で総代と呼んだ。このように総代は、号内から淵銀をもらう雇い人であった。しかし、後に相当しよりと、同じく世襲となり、町々からもらう淵銀は、 後に大いばりで長大に持参させたり、先取りしたりした。里によって、違いはあるが、総大一人の収入は、大抵、一年銀三冠目ほど、これに、年頭発作などの役得が一冠目ほど、合計四冠目内外の収入があった。ただし、不死同時に勤めるときは、若干の合理基金をもらった。総大のもとに、これを補助する手代がいて、 総代一人あたり手代一人の日である。この手代は弱期派とも言われた。また、書類の認方に従事する物書きがおり、北組、南組それぞれに三人、天幕組には二人が置かれた。後には、筆工もできて、定期雇用と臨時雇用とを合わせて、里ごとに三人ずつ置かれた。さらに、会所主は、会所の書類を保管する役として、里ごとに一人。 総会所に住んだ。物書き以下の給料は2ヶ月を1期とし、1期は200目ずつであった。以上のほか小遣い人足が北組、南組に、それぞれ21人、天幕組に17人いて、これは当日、私役の多少に応じて、賃金をもらった。ありがとうございます。